金がある程度あってビジネスが回ってるような人たちをサポートしながらそれで本業にしていくっていうのもありなんですよね。ボランティアでやった方がいいことかもしれないんですよ。やってあげたいかもしれないです。例えばあと5年しか生きられなかったとしたらやりたいことは何なのかっていう視点から考えないとすごく心がワクワクするような感じのことができないと思うんです。そうするとね本当にやってみようと思うからそういう事業は絶対うまくいきます。皆さんこんにちは。本田健の人生相談ディア健ナビゲーターの小林まどかです。それでは早速人生相談の続きからご覧ください。それではラジオネームはるかさんです。質問をお願いいたします。こんにちは、健さん、まどかさん、今日はありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私はですね、本当に健さんの著書と学びに出会ってライフワークに生きるって決めて今コーチングに出会って、私自身がシングルマザーなのでシングルマザーの自立を支援したいっていう意味に向かってコーチングのライフワークを進めていきたいって今走り始めたところです。すごい素敵ありがとうございます。でそんな中でいろんな方に出会って私自身の心の声が海が大好きで海の近くに住みたいってことに気づいて今海の近くに移住制度を利用して子供と2人で移住することを決めました。おめでとうございます。ありがとうございます。でこれから新しい生活での中でライフワークを進めていく上でまずこう健さんだったら私だったら何をしていくかアドバイスをいただけましたらお願いしたいです。よろしくお願いします。コーチングのビジネスに関してですか？なんか、はい、コーチングです。はい、あ、 OKOK、 まずね、どういう人をコーチングするとテンションが上がるのかってことを考えてほしいんですね。はい、だから自分がもう本当お金もらえなくたってサポートしてあげたいと思えるような人をクライアントにするのが一番うまくいくんですよ。なのでそれは男性ですか女性ですか？女性です。で女性でお金持ってる人ですかお金がない人ですか？持ってない人です。で持ってない人で 年齢が上の人ですか下の人ですか？私と同じぐらいか下の人です。なるほどなるほど。でそういった人たちをサポートするっていうことに喜びを感じるんだとしたらFBI のねその捜査官みたいに考えてほしいんですよ。私が助けられるのは誰なのかっていうことで、そうすると例えば28歳から34歳までの女性でシングル女性あるいは子持ちの人あるいはシングルマザーの人とかっていうそういう形で考えた時にドンピシャで私がすっごく助けられる人っていうのが見つかってくるはずなんですよ。違います？思います。うん、そうするとその人に向かって僕ならブログを書くと思います。例えば30代前半シングルマザーのあなたへっていうような感じのこと。でそして私はあなたの気持ちが痛いほどよくわかります。私はあなただったからですみたいなところからスタートして、今こういうことで悩んでませんかって5つぐらい悩んでらっしゃるんじゃないかと思います。私もこの5つを悩んでてすごい時間かかったけど今何年か経って思うのはこういう考え方をしとけば全然早くなんかそこから抜けられたのにっていうふうに思うので、今そういった人たちをサポートすることをライフワークにしてますということを書けば、僕はもしその対象者だったらもうドンピシャで涙流しながらそれを読んで、ああもう絶対このはるかさんに会いたいっていうふうになると思います。お手紙を書くような形でブログを書いていったらいいっていう感じですか？そう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 。でそうするとね、そういう見た人たちが問い合わせしてきて、こうお客さんになってくれると思います。でもう一つ、うん、でひょっとしたらでもそれはねそのなんかこうボランティアでやった方がいいことかもしれないんですよ。うん、やってあげたいかもしれないですよ。なのでどちらかというとお金がある程度あってこうビジネスが回ってるような人たちをサポートしながらそれで本業にしていくっていうのもありなんですよね。あ、例えばこういう人だったらサポートできるなとか、こういう人の気持ちだったら分かるなっていう人をいろいろ探し出してみて、でそういった人からもう1回5万円とか10万円とかのお金をもらってでそこでちゃんと何十万か稼いでシングルマザーはもう1人1000円とか2000円取るっていうのもありですよね。それはどっちの方がいいですか？そうですね、やっぱりシングルマザーの方からお金取るのは心苦しいので、はい、健さんの、はい、の案でいきたいなと思います。なるほど。そうすると二刀流で、そのもう一つはもう少しで例えばじゃあ30代後半あるいは40代ぐらい そのキャリアでバリバリ頑張ってる人のことも結構サポートできるかもしれませんよね。そういう人からは何万円かもらって
で若い人にはそういうこう私はこういうすごく格安の値段でサポートしてますって。でなのでそういった人をサポートしたいっていう人がまたはるかさんのクライアントになってくれる可能性もあるんですよ。そうするとこのなんかこううまくこうサポートの輪が広がっていくでしょ。そうですね、うん、はい、理想です、はい、どう思います。はい、そうなったら理想です。その理想をどうやって作っていったらいいのかをここからいろいろ知恵を絞ってください。でそうは簡単にはいかないんですよ。でも10回20回30回トライしてようやくうまくいくんですよ。もうその時はねよっしゃと思うんです。そんなね簡単にいかないからこそ楽しいんですよ。そう できたらそういうのチームでできると最高ですよね。そうですね。で僕だったらそのなんかシングルマザーの人たちをサポートするそのなんかこうコーチの会みたいなクラブハウスとかで作って、あ、そういった人たちをサポートしながら同時にエグゼクティブコーチングみたいなこともやっていくかな。うん、その2本の柱がいると思います。2本の柱、ありがとうございます。ブログとクラブハウスもチャレンジしてみようと思います。ぜひぜひ、はい、イメージ湧きましたか。はい、湧きました。よかった、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はるかさん何かありますか。いやでもすごく今その2本の柱でっていうお話からはるかさんの表情がもうパーってこう本当に開けていくのが私も見ていて感じたので、かなり今回のこの検査のお話っていうのは具体的なそのステップとして今後どうしたらいいかっていうなんか道しるべになったんじゃないかなっていうふうに思いながら聞いてました。でね、心がファーってなったりとかっていうのはそっちの道の方が自分をするってことなんですよ。だから未来にもそういう世界があって、はい、この世界の方から幸せのエネルギーが流れてきてるんですよ今。だから楽しくなっちゃったんです。はい、ケンさんのおかげです。まどかさんのおかげ、ね、そう、ありがとうございます。また報告してください。はい、報告させていただきます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。それではラジオネームゆうこさんです。質問をお願いいたします。ケンさん、まどかさん、今日はありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私は現在タイのバンコクで、会社を経営してまして。今タイにいらっしゃるんですか。はい、今日はすごいインターナショナルいいですね。ですね。サワディカ。どうぞ。はい、で今、バンコクで会計事務所、そしてコンサルティングやセミナーを開催する会社を経営してます。はい、ちょうどですね2021年で会社を作って10年になりまして、でこの去年ぐらいからですかね、自分の中で、まあ、会社を作って10年経って新しいことにチャレンジしたいという気持ちがすごく強くなってきて、うん、じゃあ何をやるのかというところでこの1年ぐらい、かなり模索して自分のことなどを掘り下げて考えたり、まあ、セミナーなど受けたりいろいろやっていまして、大体の方向性というのは、自分の中である程度固まってきたんですね。うん、この内容というのが、まあ、コーチングと、あと自分がずっと海外にいろんな形で関わってきたので海外で、活躍、まあ、ビジネスをしたい、海外で会社を作りたい、そういう方に、まあ、コンサルティングプラスコーチングを、うん、という方向でやっていきたいなという方向性は、決まってきたんですが、うん、なぜかですね心にパワーが出なくて、うん、自分の興味の範囲とかやりたいことははっきりしてるのになぜかその心の中にパワーが出なくて行動がそこから止まってしまっていて自分でもなぜかわからなくてちょっと戸惑って止まってしまってる状態なんですけれども、うん、なるほどなるほど。今頭で考えてるんですよ。だから事業計画書って頭で考えてて大抵うまくいかないんですよね。なぜかというとこうやったらうまくいくってことでこういうことやりたいから書いてるわけじゃないんですよ。なので優子さん自身が、ね、例えばあと5年しか生きられなかったとしたら本当に本当に本当にやりたいことは何なのかっていうそういう視点から考えないとすごく心がワクワクするような感じのことができないと思うんです。人の寿命の中で何をするかですね。そうそうそう、例えばこの先月ぐらいから僕考えてるんですけど
そのまあこれから10月からね3ヶ月やろうと思ってるんですけど、こう文章本の書き方を教えるってことを僕はちょっとやり残したなって思ってるんですね。なのでやっぱ本を書く、文章を書く、世の中に発信するってことはどういうことなのかってことをちゃんと体系的にまとめるってことをやりたいなって今すごく心がワクワクしてるんですよ。でもう一つはお金のことをもう一遍体系的に、アフターコロナの仕様でお金をどうしたらいいのかってことはちゃんと残しておかなくちゃいけないなって、この2つは僕が絶対こうやり残してることだなっていうのがはっきり分かってきたんです。でそれと同じようにゆうこさんもちょっと僕と似てるところもあるかもしれませんけど、じゃあ本当にあと2年とかね3年しか生きられなかったとしたら、まあ、プライベートはともかくその仕事で何を残したいかっていう側面から考えると、なんかもっともっともっとなんか自分の心に近いことが残ると思います。それが例えば今やってる授業と全然違うことだったとしても、やっぱりそこに進むべきなんですよね。べきとかじゃなくて、それができたら楽しいですよね。いいですね、うん、でもなんか今ね、なんか今の周辺の中から探そうとするからつまらなくなっちゃうんですよ。そうですね、そう、うん、そうだから僕はね、何のために仕事してるのかっていろんな考え方があると思うんですけど、ある程度お金が回ってね、経済的に余裕ができたら、全く経済的にペイしないことにチャレンジするのも面白いことだなと思ってるんですよ、うん、だってそれだけの余裕があるわけだから。だからひょっとしたらゆうこさんの中で全く利益度外視で面白そうだからやってみるってことの方が心がワクワクするかもしれないし、いずれそれが本当にビジネスになる可能性もあるんですよね。そうですね、そのくらいのつもりで探した方が本当に自分の欲しいものが、やりたいことが見つかってくる。そうするとね、本当にやってみようと思うから、そういう事業は絶対うまくいきます。はい、なんか まだそれが何かわからないけど、ちょっとワクワクしてきませんか。はい、すごくワクワクしてきました。そして、うん、この延長線上に何か見つかると思います。そうですね、やっぱり頭の中でなんかこう考えてしまってる自分に今すごく気づいてしまいましたそうだからね、ある程度優秀な人ってそうなっちゃうんですよ。だから一回ちょっとそれを脇に置いといて、はい、それをね、思いついたからってすぐやらなくちゃいけないわけじゃないんだし、うん、でそれをちゃんと冷静に考えるだけの知性のある方だと思うので、一回ちょっと頭をポコンと外してみて、心が何て言ってるのかってことを感じてみてください。ました、非常に参考になりました。きっとね、何か面白いもの見つかると思いますよ。で、こんなのっていうの、なんかこう開けたらこんなん出ましたみたいな楽しいことだと思います。そうですね、びっくり箱が出てくるかもしれないです。そうそうそう。で、そしてそれをじゃあどうやって今の既存のビジネスとうまく絡めようかって考えてみてください。はい。ありがとうございます。すごく腑に落ちました。よかった。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。続いてはハッピーライブラリーのコーナーです。皆さんの人生が幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊ご紹介しています。まずはリスナーの方からの特別な一冊です。ラジオネームまるさん、私がおすすめしたいのは、その気遣いむしろ無礼になってますという三上七重さんの本です。大事なのは自分をよく見せたいがための気遣いになっていないか、丁寧すぎる言葉、完璧なマナーなど自分としては満足かもしれないが、逆に受け取る側に気を使わせているかもしれないということを読んだ時は目から鱗でした。本当の気遣いがどういうことなのか教えてくれる一冊です、ということで、なんかね、こうこのメールだけでも、ああ、なんかそうだなっていう感じしますね。ねえ、面白そうな本ですね。僕も読んでみようと。はい、はい。そしてケンさんが選ばれた本は何でしょうか。若者たちのニューノーマル、 Z 世代コロナ禍を生きる、牛久保めぐみさんが書かれた本です。牛久保さんはもう今メディアでも引っ張りだこですし、いろいろなこう、ね、解説をされたり、ご本もたくさん出てますけれども、健さんは牛久保さんとは直接お知り合い？そうですね、直接面識はあるわけじゃないんですけど、まあ、特にね、その、まあ、お子さんがいらっしゃればですけど、そうじゃない人っていうのはこう大学生とか今のね20代前半の人たちの気持ちっていうのは分からないと思うので、すごくこれは面白い本ですよ。帯にね、もしあなたが21歳の大学生だったらっていうのがあるんですけど、うん、そういう新しい世代の人たちが何を感じてるのかっていうのをぜひ読んでいただきたいと思いました。
はい、ありがとうございます。このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。 dearken@iuaoffice.com までお送りください。以上、ハッピーライブラリーのコーナーでした。それではケンさん、今日の名言をお願いします。自分自身について抱いているイメージのせいで自分のできることに限界が生まれる。マックスウェル・マルツ。本田健の人生相談ディアケン、いかがでしたでしょうか。さて、今年は1年間のケンさんオンラインセミナープログラムをね、1年間通して開催されてきて、初めて全部がオンラインでの開催ということだったんですけれども、はい、ケンさんいかがでしたか、振り返ってみて。そうですね、1回ぐらいはひょっとしたらリアルでできるかなと思ったんですけど、まあ、ちょっと大事を取ってそのオンラインだけにしたっていうことがありまして、ちょっと その分は寂しかったですね。ただまあ海外の、ね、方たちが結構参加されてたので、それはねやっぱり今までじゃなかったことだから、それはそれで良かったのかなと思ってます。海外の方っていうのは海外に住んでいる日本の方たちという。そうですね、今は日本語でやってるので、ただ来年はね、英語でもいろいろ配信していこうと思うので、そうなった時にはね、だから日本と海外の人たちが混じり合う感じになるんじゃないかなと思います。そうですよね、ゲストの方が海外だったらね、そういう意味では英語で直接その方のスピーチも聞けるっていう風になれば、もう外国の方たちも参加できるっていうことですもんね。そうですね、はい。ということで、今月12月18日の土曜日には年内最後のセミナーが開催されます。どんな時代でも幸せな人生を実現する方というテーマなんですけれども、ケンさん、これは、まあ、この締めくくりの最後の回になりますけれども、どんなセミナーになりそうですか。そうですね、そのついついね、なんかいい仕事ができればとか、ライフワークが見つかればとか、パートナーがいればっていうふうに思いがちなんですけど、こう幸せな人生を生きるために別にお金もその莫大にいるわけじゃないし、そのなんかすごくね、自分の才能を生かした仕事をしてなくても幸せって見つかるんですよね。なので、そのいろいろそぎ落として上で一番の幸せって何なのかっていうのを考えるのは結構大事で、で自分にとって のこれは必要、これは必要ないっていうのが、ね、分かっておくと、どんな時でも幸せっていうのを見出しやすくなりますし、まあ、そしてそのより幸せに、より面白い人生生きようと思ったら何が必要なのか、まあ、そういういろんな角度で人生の幸せについて考える、そういう時間にしたいなと思っています。ね、本当に人間ってついついないものをねだりをしてしまって、今あることよりも欠けているところにばっかり意識向けちゃいがちですけれども、そうじゃなくて今をもう満たされるっていうふうに考えてたらまた違いますもんね、人生もね。そうですね、なのでね、たくさんごくごく身近なところに幸せの種が眠っているってことも分かっていただきたいですし、その積極的にまた次の幸せをつかみ取っていくモチベーションっていうか、そのエネルギーも皆さんの中に見つけていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。詳しくは本田健公式ホームページ、あるいは、YouTube でご覧の方は備考欄をご覧になってみてください。さて、本田健オンラインサロンでは毎月980円でサロンメンバーのみが視聴できる健さんのオンラインセミナーや特別ゲストとの対談動画など、いろいろなコンテンツ配信しています。現在はオンラインサロンメンバーを対象に毎月抽選でこのディア健の質問者も募集中です。そしてボイシーでは毎朝本田健の1分間コーチングも配信しています。毎月1冊本田健の書き下ろしの新刊が届く本田健書店や、最新情報に関しては公式ホームページや LINE アットなどで配信していますので、ぜひそちらもご覧になってみてください。ということで健さん、今週もどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。そこでは誰もが